本当にお久しぶりですね。ああ、あれから1年だ。あの時は伊達さんにはお世話になりました。いや、こっちこそ鞘のことで世話になった。鞘？俺の一人娘だ。鞘ちゃん、お元気ですか？毎日楽しそうに美容院の専門学校に通ってる。そりゃよかった。しかし、初めて会った時はチンピラみたいだったが、店長らしくなったもんだ。いや、まだまだ勉強することがたくさんあります。いらっしゃいませ。おお、久しぶりだな。こちら、俺の昔の先輩で警視庁の河原さんだ。あんたが和樹さんか。よろしくな。警視庁？よろしくお願いします。不愛想なおっさん二人で押しかけて悪かったな。いえ。ところで、今日はどんなご用件で？お前だけに話があるんだ。あ、俺、つまみを用意してきます。お話とは？今から1時間後の午前1時、ここへ捜査陣がガサ入れに来る。え？どうしてうちの店に？ここだけじゃない。めぼしい風俗店、飲み屋、カジノがターゲットだ。何かあったんですか？この前のミレニアムタワーの爆破だ。確かな情報によると、どうやら外国人の組織が欲しいらしい。外国人の組織？あれだけ派手にやられりゃ警視庁のメンツは丸潰れだ。そこでだ、400人の捜査陣を動員して不法滞在の外国人を一網打尽にするって作戦だ。でもこの店には不法滞在の外国人なんて一人もいませんよ。不衛法にいろいろ引っかかったことあんだろうが、早いとこ店閉めねえとしばらく営業できなくなるぞ。ええ、まあ。でもどうしてそんな重要な情報を私に？1年前この店には迷惑をかけた。そのお詫びだ。そうだったんですか。いや、伊達さん、河原さん、本当にありがとうございます。さあ、これで奴が組織の人間なら仲間にすぐに知らせに行くはずだ。俺には信じられねえ。奴が海外組織の一員だなんてな。あれだけのことをやらかした組織の一員が簡単には見破られやしねえさ。本日の営業はこれで終了となります。誠にありがとうございました。変わった様子もねえようだ。組織の一員だなんてガセネタじゃねえのか。奴はみんな警戒すんだろうが、いつまでもここにいたら不自然だろう。まだ上がらないぜ、奴がどう動くか。何？ほら来た。行くぞ誠。あ、ちょっとどうしたんですか伊達さん。
いえ。何？おい。
おい。え？はあ？はあ？
おい。ええ。
伊達さん、キリュウか。あのキリュウ、カズキ。キリュウさん、これはどういうことなんだ。俺にも説明がつかねえ。カズキを追ってきたらこの二人が立っていた。私が本物です。こいつらに監禁され気づいたらここにいたんだ。でたらめを言うな。お前が俺を脅してここに連れてきたんだろうが。どうしてここへ来た。午前1時にここに来るように呼び出されたんだ。なんだと。やはり罠だったか。どうやらそうらしいな。何の真似ですか。河原さん、俺たち3人をここにおびき出したのは偽物の方だ。そいつはスターダストで細かい芸をして俺たちをはめた。俺は違う。黙れ。手顔なめんじゃねえ。なりはそっくりに真似られても声だけはどうにもならねえんだ。店の中で聞いたお前の声が耳の中に残ってんだ。正直に言え、どうして俺たちをここにおびき出した。何を言ってるのかさっぱりわかりませんよ。とぼけんな。お前の裏でこの筋書きを書いたのは誰だ。やめろ。あんた、また俺の前で人を殺すのか。勘違いすんな、誠。こいつはお前の知っている和樹じゃない。組織の構成員だ。証拠もないのにどうしてそんなことが言えるんだ。勘だよ。なんだと。あんたは刑事の勘で人を撃つのか。刑事の勘なんて甘ちょろいもんじゃねえんだ。食うか食われるかの修羅場をいくつもくぐり抜けてきた俺には分かるんだ。こいつの体から血生臭い匂いがプンプンすんだ。あんたはどうかしている。来んな。カズキ、キリュウ、昨日電話でここにお前を呼び出したのは俺だ。お前が。大吾はどこだ。死んでゆく人間がそんなことを知っても仕方がないだろう。俺たちを殺すためにここへおびき出したんだな。やっとわかったのか。ここであんたたち4人は殺し合って死んだ。これが筋書きのエンディングだ。4人だと。どうして俺たちが殺し合う必要があるんだ。結末さえあれば筋書きはどうにでも作れる。そういうもんさ。今だ。腕、うん、迷うな。撃つんだ。遺跡、神、守護霊。あっ、銃声がしたから駆けつけたのよ。
逃げるぞ。どうして逃げるの？これは正当防衛じゃない。いや、これには裏がありそうだ。身をかわした方が賢明だ。表に出るぞ。ああ。